全国のポケモントレーナーの諸君、元気にしよるかな。わしの名前はアーキドじゃ。ということで今回は本日のアップデートでポケモンレジェンズアルセウスに無料アップデート翡翠の夜明けが、追加されましたということで、その翡翠の夜明けにて大発生という新コンテンツが追加されたわけなんですが、それに伴って大量発生などの仕様もかなり変更になってるので、そちらの解説をやっていこうかなというふうに思うぞ。この門のところに行くと、このデンスケさんがポケモン大発生と大量発生の報告があったらしいぞ、気をつけてなと言ってくるんで、一応このハテナマークが大発生と、でこの普通にねポケモンが書いてあるのが従来通りのね大量発生ってことなんじゃが、今までは例えばね、ここ行くでしょ、でいつも色違い厳選してる方はこのマップに入った段階で、博士の前に立ってなんかレポートしてね、うん、で色違いをね、いるかどうか大量発生のところに、向かって、でいなかった場合は、リセットしてここに戻ってきて、村に戻ってもう一度入って、でまたレポート書いてっていう繰り返しのね、リセマラをやっていたと思うんじゃが、今度からこれができなくなりました。例えばこれで色違いが出なかったことを想定して、じゃあリセットしましょうね。はい、一度リセットします。で再起動かけて、で博士の前に戻ってくると、で博士に話しかけて村に戻ると。で今までだったらこれで大量発生が変わらなかったと、ただここに戻ってみると、大発生に変わってしまっていると。これね、多分大発生が追加されたことによって、なんかそのサイクルが変わっちゃったんだと思うのね。だから今までは大発生がなかった分そこに固定されるっていう選択肢があったんじゃが、今回から大発生が追加されてしまったことによって、その固定リセット法ができなくなったということでございます。はい、なので、これアップデート入れちゃったら、この大発生のサブクエストを進めなくてもこの固定法はできなくなってしまうんで、もしね、固定リセットマラソンの厳選をやりたい方はアップデートしない方がいいかもね。じゃあ大発生はどうすればいいんですかという話でございますが、まずこういう一箇所だけの時はまずここに行くじゃない。で着いたら、博士の前でレポート書くのよ。でレポート書いて、でここでゴンベに万事の実を5個与えるとね、その大発生が何が出てくるかっていうものが分かると。でここでバーッと見て、欲しいのがあったら最悪ね、行けばいいと。で欲しいのがなかったらここでリセットしちゃえばいいのね。でリセットさえしちゃえば万事の実を消費する前に戻ってこれるんでね、万事の実を使用する前にしっかりと戻ってきて、これで村に戻ると。でもう一度ここに行って、大発生の報告があったらしいぞと。で2箇所あった場合、例えばミカルゲが欲しいよとか、なんかここで出るポケモンが欲しい場合はここだけ行けばいいわけなんじゃが、このどっちも見たいよっていうね、こっちとこっちの大発生2箇所とも確認したいよっていう人は、ここに入る前にレポート書きましょう。でまずはグレンの湿地に行くと、万事の実を与えて、で、確認すると。で欲しいポケモンがいないなーってなった場合はリセットと。でリセットして戻ってきたんで、もう一度出て、今度はさっき湿地行ったから、今度はじゃあ東堂を見てみようかなということで東堂に移動します。で東堂でもしっかりと、万事の実を渡して、はい出ましたと。でここに欲しいものをいれば向かうと。で欲しいポケモンがいなかったら、またリセットということでございます。で例えば二千丸行きましょうと、二千丸のもとに行ってゲット
ゲットしていただければいいんじゃが、色違いの確率が大量発生の時と変わっているのプラス、このキラキラマークついてるじゃん、これが追加の群れが発生すると確率というかほぼ核だね、核で発生するんですが、色違いが出る確率なんですが、ただの大発生、図鑑レベルが10になってなくて光るお守りも持ってない場合は316分の1だね。で、図鑑レベルが10になっている場合は、293分の1と。で、図鑑が完成している状態だけだと256分の1。うん。で、図鑑レベルが10で、光るお守りを持っていた場合は241分の1、うん、で図鑑が完成していて、光るお守りを持っていたら217分の1かなということで、結構ね確率下がってます。はい、大量発生の時は158分の1かな、図鑑完成してなくて光るお守りも持ってない状態だと158分の1だったんですが、図鑑が、レベル10になってなくて光るお守りなしで大発生だと316分の1ということで約2倍出なくなってるのかな。うん、うん、だから結構シビア、うん、かなりシビアだなと思いました。で、今回固定リセマラができなくなってるんで、まあさっき言ったやり方を使って、まあ、お目当ての大発生が来るまでやり続けるっていう、リセットし続けるっていう作業です。で、お目当ての、大発生が来たらあとは色違い出てくれよなってお祈りしながらボールを投げ続けるだけのゲームになりました。はい、そんな感じです。今回のアップデートはね、本当にねやりづらくなったなっていうのが正直なところでございますね。しかしながら、これ終わった後追加のね、新たな群れの気配がする。これでこのように親分、いやーすげえや親分ポケモンがこうドワーって出てくる可能性があるのね。だから親分のこの子たちもおそらく図鑑レベル10で光るお守りを持っていれば241分の1で色知恵が出るので、まあ親分厳選はね非常にやりやすくなったのかなっていう印象でございます。まあ問題はこいつらがね出てくれるかどうかっていうところなんだけど、親分じゃないパターンもある。進化後のポケモンが出て親分じゃない進化後のポケモンが出てしまう可能性もあるんで、必ず親分確定ってわけではないんじゃが、うん、これで色違い出てくれたらねすごいラッキーということでございます。今回の、まあ、大発生に関しては結構そんな感じ。しかも親分はねやっぱなかなか捕まらないね、ウイングボールとかじゃ、あ結構苦労するねこれ。ただ親分だからゲットすれば回転の種であったりとか不思議な飴、違う、経験飴かな、経験飴とかも手に入るんで結構ねそのアイテム面では美味しいかもしれない。だから大発生やってるだけで結構図鑑も埋まるし、だから大発生はやり得だけど、その特定の色違いポケモンが欲しい人にとってはちょっと痛手のアップデかなっていう感じだね。うん、とりあえず色違いが欲しい、色違いだったら何でもいいから欲しいとか、あと経験飴とかいろんなアイテムもらいながら、まあ親分厳選とかできたら、親分の色違い厳選できたらいいなみたいな人にとってはいいアップデかもしれませんね。あと今回の大剣気とかそういう御三家ポケモンは今まで歪みでしか出なかったんで、まあ色違い厳選がやりやすくなったと。あとミカルゲーの色違い厳選も結構苦行だったんじゃが、ミカルゲも湿地で出るのが確認されてるんで、そういう意味では厳選はやりやすくなったのかなと思います。しかしポリゴンとかは未だに歪みでしか出ないんで、ポリゴンの色違い欲しい人はやっぱりね歪み色違い厳選を頑張らないといけないみたいじゃな。うん、あと大発生の厳選に関してはこの村に戻ってきた瞬間に固定されてます。はい、なのでここでレポート書いて、例えばここに行って
ってでゴンベに話しかけて大発生が何が来るのか決まると。でさっきの村の場所にリセットして戻ってもう一回ここに入ってきてゴンベに餌をあげたとしてもこれと一切変わりませんので、村に戻らない限りここにこの出るポケモンっていうのは変わらないので、決して村の中でレポート書いてこういうところに来てゴンベにあげてリセットしてっていうリセットマラソン方式みたいなのは一切できないので、そこだけは、皆さんお気をつけください。でせっかくなんでまあね、目録出てるんでこれゲットしに行きます。さあ到着いたしました。目録がたくさんいるんじゃの。目録の横がね光ってるマークなんで追加の、群れが発生するということでございます。進化済みのポケモン出てくるのちょっと厄介だよなこれな。これがラストと。でこれを捕まえたら、新たな群れがの気配がすると。でこうやってね進化後のポケモンが出てくるんですが、ここで親分になるかならないか決まってるんで今回は親分にならなかったですね。はい、あとはこいつらも、わしの場合は光るお守りアリーの図鑑レベルが10なので、241分の1と。で今回はその241分の1が引けませんでしたって感じですかね。はい、一応この海外情報なんでこのね色違いの確率に関しては多分合ってると思うけど、一応そんな感じっていうのを覚えておいてもらえればなと思います。一応その大発生でゲットできた色違いがミジュマルとあとエイパム、この2体は大発生でゲットできたんで、まあ光るお守り槍でもね241分の1だから結構結構しんどいと思うけど、まあ固定理性マラができなくなった今やれるね厳選色違い厳選はこれぐらいしかないので、皆さん色違い欲しい方、図鑑タスク埋めたい方、大発生、頑張ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回今のところ分かっている、大発生と大量発生に関する仕様の、解説をさせていただきました。これからもレジェンズアルセウスの生放送とね、動画もやっていこうかなと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録お願いします。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピカチュー。